筒香はウェイトトレーニングを全くしない。筒香は自分のお金から2億円出してスポーツ施設を建設した。筒香はホームランを打った後8秒間余韻に浸り、その8秒は無駄だったと言った。筒香はチームメイトの尻に棒を突き刺した。筒香は兄とも双子の姉とも似ておらず捨て子だと思った時期があった。筒香は試合中のベンチで変顔でスイングした。スリーランを打った筒香は三塁手前でずっこけた。メジャーで筒香がホームランを打つと解説者は失業と叫ぶ。筒香という名字は全国で10人くらいと言われている。中学の時横浜高校の見学に来た筒香はものすごい打球を左右の打席で打った。筒香は高校時代打ちまくって浜のゴジラと呼ばれた。